バイバーまだ迷っておりますが、祭祀、オフェンス、占い師、バーメイドはこのまま来るでしょうか。さあ、バーメイドであれば全体負荷をかけにくいという部分もありますし、はい、かなり刺さるかもしれませんね。おー、これ1戦目からバーメイド入ってくるのは初ではないですか。はい、今まではあまりなかったですけども、はい。さあ、サバイバー編成決まりました。アポロ選手が最初ピック、クレインモア選手がオフェンスピック、ラズリあったですね、そうですね、今回は。さあ、やはり夢の魔女ですかね。はい、夢の魔女。長期戦になった時に引き上げし、かなり立ち回りが難しくなってしまうので、はい、まあ、今回はそこで入れずにバーメイド、うん、全体負荷にも強いバーメイドを入れてきたといったところですかね。なるほど。バーメイドと占い師の連携や祭祀の補助ワープなど、はい、そういう連携も見たいですね。さあ、決まりました。シリア選手、夢の魔女で決定ですね。夢の魔女であれば、はい、まあ、ない編成では全然ないので、うんうん、まあ、入ってくるは入ってくるかなと思うんですけども、うんうん、まあ、そうなってくると、まあ、お酒を使ったタイミングでのチェイスであったり、うん、まあ、補助であったり、うん、そういったところも大事になってくるかなといったところと、はい、まあ、アイテム使い切りのタイプのサバイバーですので、はい、まあ、どれぐらいアイテム温存できるか、どこで回復を挟むか、アイテムを使うのかといったところも大事になってきますよね。うん、なるほど。はい、またステージが赤の境界ということもあって、暗号機の塊には注意をしていきたいですね。はい、うん、なるほど。それでは第一マッチ第一試合前半なんですよね。そうです、そうです、はい、ちょっとワンが特殊ですね、これは。使われることが多いの で、 そうです、ね、まあ、この初戦で偽証バーンしなかったということは、まあ、そのお散歩対策として傭兵をバーンした。なるほど。そして、夢の魔女が来るのではないかなとは思うんですけども、それに対しての、答えがあっですね。さあ、答えは夢の魔女でしたね。はい、かっこいいですね、この画面。めちゃくちゃかっこいいですね。影だけ映してくる、ちょっとおしゃれなスタイル。いや、これマップはまだですかね。永眠帳が、永眠帳が選ばれています。永眠帳では今まで、かっこいいそんな始まり方、こんな初めて見ましたね。ですね。コインを投げて鍵ですかね、取って墓守が、はい、車のキーですかね。乗り方かっこいいですね。はい、はあ、始まっていきます。対戦相手の夢の魔女がちょっと鳥肌立ってきちゃいましたね。これかっこいいですね。もういきなり始まりますよ、これ。もう本当に皆さん、さあ、熱い中国大陸予選、はい、幕を開けていきます。ここから目が離せない試合がたくさん、はい、繰り広げられていきたいと思いますが、皆様も一緒に楽しんでいきましょう。見ていきましょう、見ていきましょう。永眠帳、さあ、マップは永眠帳となっております。はい、過去に CPG を相手にした X ロックのサバイバーは、うん、永眠帳では全て3人釣り、はい、4人釣りをされてしまっています。なっていたところの一つとして、はい、IVL からどれだけこの中国側の戦い方が変わっているのかなというのが気になってはいたんですけども。そうですね、はい、まずこの1戦目、さあ、対するサバイバー CPG チーム、まあ、今まではこの永眠帳というマップでは3逃げ4逃げ多くしてきていますので、 X ロック相手には。さあ、来ました、この画面。うん、さあ、先ほどは前半戦は2対2という引き分けですね。はい、互角の勝負でした。そうです。ここで流れが動くのか、はい、3人釣るか3人逃げるか、はい、どちらかすればセットを取ることができます。さあ、このセットどうなっていくでしょうか。非常に重要ですからね、はい、セット数 BO3、 まあ、まずはもちろん取っていけるのかなという印象なんですけど、ここ墓守とかの場合もありますが、やはり空軍だともしかしたらボンボンなど、はい、おっと、ここで案が来ました。来ました、死と案の登場です。はい、現在の環境、実は案が、しかするとサバイバー側もある程度この案が来るというのを読んでの空軍ピックではあるかもしれない。ここは確定していきましたね。さあ、なかなか日本の大会では見られなかったので、そうですね、ここ、また、どういう戦いになるのか、はい、楽しみですね。まあ、この中国の新しい環境での初の公式戦ということで、またこれがね、日本への影響を及ぼす試合になるかもしれません。そうですね、はい、さあ、待ち構えたアンが登場しますかっこいいですね。さあ、マップは境界、さあ、赤の境界でどういう試合を見れるでしょうか、はい、そしてお互い両者第一試合は引き分けだったので、ここで流れを変えたい、はい、使えるんでしょうね。はい、さあ、そしてジビ選手、
この選手は非常にチェイスも力も高いことで有名ですから、はい、はい、でオフェンスを追うことのメリットとしてやはりガラテアへの救助は確定救助がしたいというのが大きくサバイバーにはありますので、オフェンスが、ここで釣られてしまうと確定救助ができないといった、そうですね、はい、救助役がいなくなっちゃいますもんね、うん、なのでもう見捨てにするしかないといったこのサバイバーの選択肢をある程度絞ることも、可能ではあります。さあガラテアが登場です。はい、ーフ血の女王に対して野人空軍オフェンス祭祀、ここからだと誰から追いたいですか、血の女王的には。そんなに強くは出れませんので、そうですね、どちらかというと今の環境だと救助狩りが強いハンターに対して救助はないんですよね。なるほど。さあこれはタクトさん血が騒ぐんじゃないでしょうか。はい、ゆえさんありがとうございます。ゆえ選手の白黒無常、はい、非常に楽しみですね。はい、さあサバイバーの構成は機械技師野人、はい、ま、野人に対してもある程度強く出れますから、まあ、序盤いかに、はい、そして空軍となっております、うん、はい、序盤いかに、序盤いかにこう存在感を貯められるかということが大事だと思うんですけれども、2回に通常1回っていうのが理想ですね。そうですね、やはり先ほどと同じで存在感がたまらないうちにこうサバイバーとしては試合をメイクしていきたいですよね。そうですね。さあどうなるでしょうか、この戦い DTY チーム CPDD チームの第1試合前半戦をこれからお送りしていきます。ハンターは趣味ですね。趣味ですね。さあ見ていきましょう、はい、ってて日本予選と少し違います ね、 違いますよね。さあ現れましたね。ちょっと名前気になりますね、ハンターの。しちゃえば解読でねご利用するので、さあともすればじゃあ機械技師とハスターどちらが上回るかといった試合にもなるかもしれないですね。始まります。ここはハンターを務めるは FNO でございます。コケイ村珍しいですよね。はい、初から攻撃を振り続けるといったところの強み、うん、特にバイオリニストですとこれといったメタ編成とかもない、うん、編成だとは限らないので、そうですね、うん、まあ、本日のチームの傾向というところではあります、はい、さあそして MVP の紹介です。ウェイボーの D そうですね、そうでしょうね。戦い方なども変えてくるのかもしれませんね。そうですね、まあ、今の環境では占い師よりもやはり傭兵の方が嫌だという答えなのかもしれませんね。そうですね、傭兵がかなり活躍している場面ありますからね。はい、これ中国大陸初ですよ、軍事工場。軍事工場来ましたね。バタイですよね。はい、というふうにアイテムを消費させつつ、うん、祭祀や義手を見つけるのが最優先といったところかなと思います、はい、さあ泣き虫ロビー、はい、現れました。現れました。可愛いですね。もう有名ですがどちらが先に登場するのか。踊り子はこの映像に入ってますね。いやー可愛いですねスタイルも良くて、機械義手から傭兵、はい、傭兵からバーメイド、ね、バーメイド、そしてバーメイドからということで鬼物を持っていって、はい、頑張って探す、うん、それに尽きるのかなとは思いますが、まあ狩猟本能があれば冒険家をね探せることができるんだ。確かに確かに。でそのであったと、はい、なので ATSS 側が3ポイント獲得して、ね、この第2セット取れば捨て方が泣き虫 S にもかかわらず、ね、泣き虫も使ってここまでやってまいりました。しっかり勝利に導いたので、はい、チームを一番最後の勝利も決めまし